ですね、まあ、このソニーオープンで、まあ、優勝することができて、まあ、本当にいいスタート切れたなと思ってたんですけど、まあ、その後、まあ、すぐ翌週ぐらいから、まあ、ちょこちょこと怪我が始まって、うん、それがなかなか最後まで取り切ることができなかったかなって感じですね。まあ、多少慣れた部分はあると思うんですけど、まあ、ショットが、例年よりやっぱりフェアウェイに行ったり、まあ、グリーン、まあ、本当にチャンスを多く作れたっていうのが大きかったなっていうのが印象ありますね。まあ、本戦の正規の72ホール目の、セカンドショットが、まあ、グリーンが意外と柔らかかったっていうのがあったんで、これだったら3ウッド、5ウッドで言ってもボールが止まるっていうのが分かってたんで、まあ、そういう意味で、まあ、ティーショットを無理しなくてもよかったっていうのが、まあ、あの位置にティーショットを置けたっていうのはやっぱすごく大きかったですし、まあ、それで、まあ、距離も3ウッドでぴったりの距離だったんで、まあ、本当にマネジメントとショットの精度が神だったって感じですね。そうですね、まあ、8勝目を挙げることがすごく、ね、早く挙げたいと思ってたんで、まあ、それをね、年始めにできたってことはすごく嬉しかったですし、まあ、ただその次の9勝目がねまた1年ぐらい空いてしまったんで、まあ、残念ですけど、まあ、本当に青木さんの日本人が初めて勝った場所で、青木さんが勝った場所で自分が勝つことができてすごく嬉しいですね。まあそう言われてみればそうなのかもしれないですけど、まあ、しっかりケアしていれば関係ないと思いますし、まあ、それをしっかりできてなかったんだろうなっていうのは改めて思いましたし、まあ自分が、まあ、弱い部分が、痛みになっているのかなっていうのもあるんで、まあ、そこら辺を補強するような感じでやれたらなとは思ってますね。ここは最低限守りたいっていうのが強いですし、まあもう新シーズン始まってる中で、まあ、こんだけ悪い順位で、新年迎えてプレーすることが今までなかったと思うんで、まあそういう意味ではすごいプレッシャーは感じてますね。何も気にしなかったんですけど、やっぱ30歳迎えてから首の痛みとか、まあ今までそこまで痛みがひどくなかったのがなかなか治らなかったり長引いたりしてるっていうのは、勝手に30歳になったからかなっていう感じでは思ってますけど、まあそれはただの言い訳として、まあ本当に、ね、下の子たち、まあ、日本でもね若手が出てきてるんで、まあ、すごく面白い世代が来たと思うんで、まあ、僕もそれに負けないようにはしたいなと思ってますけど、そうですね、まあ、皆さん優勝というものをねやっぱり期待すると思うんですけど、まずね体が1年間何もなくできれば練習もできて、まあ、おのずといい方向にはいくと思うんで、まあ、本当にそこだけが目標というか早く直すことを考えていきたいなと。